僕がここのフィリピンで学校を作ろうって思ったのは、やはりこう世界で戦える日本人を作りたいっていうふうに思ったんですよね。で、たくさん日本には美容を志して辞める人がたくさんいるんですよね。それは日本がすごく一人前になるのに時間がかかるからだと思ってるんですよね。それをこのフィリピンでは英語を学んで美容を学んだらすぐお客さんにできるんですよね。実践できるんですよね。で、僕たち日本で学んだ技術はすごくこのフィリピンの人たちに喜んでもらえるんですよね。やはり日本にある当たり前がこのフィリピンにはないんですよね。お客様にも喜んでもらえて、自分自身も英語が喋れて、そして美容っていう武器をして、この地で戦えて、これが僕はこのフィリピンのセブンに来て、やはり日本人であってよかったなと思ってほしいし、日本のやっぱりただ日本に生まれただけで僕たちは得してるんですよね。ぜひフィリピンに来て実践でこの美容を学んでいってほしいな。何よりフィリピン人が喜んでくれる笑顔を あなたが本当学んだことですぐにできます。